はい、皆さんこんにちは。夏の美ということで、夏の美第3弾ですね。今回は三大衆、3つの大きな和歌集の話をしていきたいと思います。小学生の社会科の教科書にも載ってますよね。万葉集、古今和歌集、そして新古今和歌集。大学入試において和歌の問題は一番出題率が高いです。当然のことながら、その和歌についてのバックグラウンド知っていた方がいいに決まってるじゃないですか。それだけじゃないんですよ。江戸時代になると、この万葉集やら古今和歌集らを特に集中的に国学者たちが研究します。その研究した時に、万葉集と古今和歌集のそれぞれの特徴を列挙しながら書いていくわけですよ。その時にね、古今和歌集、万葉集どんな特徴ありますか、いや有名ですよねこの和歌集だけだったら困るわけ。特にね、難関大になればなるほど出題率が高いんですよ。江戸時代の国学の家論っていう、上智、早稲田、立命館、あるいは同志社、この辺りの大学が非常によく出してくる江戸時代の家論、必見です。いきましょう。万葉集、古今和歌集、比較しながらパッと見ちゃいます。まず万葉集というのは奈良時代に成立しましたよ。それに対して古今和歌集は平安時代に成立しましたよ。そもそも成立している年代が全く違いますね。スタイルも違うんだ。四川和歌集に対して直線和歌集、どんな違いですかって言われたら、四川というのは私に選ばれたもの、つまり民から誰まで全部幅広い層の人たちが歌を読み合って、それをみんな有志でまとめ上げた、それが四川和歌集ですよね。に対して直線和歌集は、天皇がうまい歌人たちをいい歌を歌いなさい、それを集めて一つの本にしましょうというのが直線和歌集ですから、スタイルは全く違いますよね。中身いきますね。どんな歌が収録されていたのかっていう、この赤文字、初めて聞いたよっていう人は初めて聞いてよかったですよ。済まされないぐらい重要な古文単語だと思ってください。万葉集の特徴として出てくるこのマスラオ、何かっていうと力強い日本男児という意味なんです。だから男性的な力強さのスタイル、歌風っていうのが一貫されているのが万葉集の時代。それに対して平安時代になると、たおやめぶり、たおやめというのは優雅で流麗なお嬢様、お姫様の姿がイメージされます。つまり女性的で優雅な表現を用いることが多くなったのが古今和歌集の時代なんですよ。これ全然歌風が変わるので、2つの特徴っていうのは江戸時代の歌論にもよく書かれてます。でね、この2つの特徴をそのまま習字法にも受け継いであげるといいんじゃないかな。思いを直接的に表現するためには婉曲的な回り道をする必要はないわけですよね。だから技法としても枕言葉や序言葉が多用されます。それに対して女性的に優雅に、ちょっと回りくどく、ストレートではなくて柔らかく遠回しにってなってくると、裏の意味なんて取らせたくなっちゃうので、掛け言葉や言語の使用が多くなるっていう、バランス感覚すごく取れてるじゃないですか。だからね、万葉集の時代に掛け言葉がなかったなんて言ってませんよ。そして古今和歌集の時代に枕言葉がなかったなんて言ってませんよ。どちらが多いですかっていうのを歌風に準じて覚えてあげるといいんじゃないって話で、万葉集はさっきも話したように、民から誰までが全員集めた四川和歌集ですから、どんどん4500首、すごい収録数があるわけですね。中でも有名な歌人たちを取り上げておくと、ぬかたの大君、柿の本の人まろ、まあ柿の本の人まろなんて歌の神様として銅像を作って崇めるような 人たちまで出てきますから、そのぐらいの超有名人ですね。あとは山の上のオクラは貧窮問答家でめちゃめちゃ有名ですね。山部の赤人とか大友のやかもちがおそらく最後に体系的に万葉集をまとめ上げた人というふうに言われているので、この人も外せない有名人ですよ。じゃあそれに対して古今和歌集の時代はっていうと、さっきも話しました、醍醐天皇が作りなさいと言われて命じたわけですから、まず選者、
つまり上手い歌を選ぶ人が必要なわけだよね。まあいわゆる編集者みたいな感じで考えてあげるといいんじゃない。その編集者は誰だったかっていうと、まず木野さん二強です。木野貫之が土佐日記でも有名ですが、貫之のお父さんである友則さんを筆頭に、木野友則、木野貫之、そしてこの二人、なんて読みますか、なんて読みますかっていう話をしながらなんですが、この二人大学入試の問題に結構よく出てくるんですよ。普通に節話やら歌論やらに有名な歌人としてよく出てくる。当然のことながら選者になるぐらいですから、和歌の達人中の達人ですよ。ぜひ覚えておいてあげてください。上からいきますね。大志高知の三つねさんです。大志高知の三つね、読めませんよね。ボンカワチのシャツネぐらいじゃないですか。でしっかり覚えましょう。で、三部の忠峰さん、まあ三部さんというのも一家総出で和歌がうまいファミリーですから、覚えておく価値はありますね。いいですね。木野友則、木野貫之、大志高知の三つね、そして三部の忠峰さんと、こういうことで4人の選者は必ず覚えておきたい。さらに大事なのが、この選者たちももちろん歌人ですから歌を歌っています。でもなんといっても古今和歌集を代表する歌人はやっぱり六歌仙ですよね。外せません。六歌仙の暗記法、お大きい糞ありそう、これいいですよね。お大きい糞ありそう、覚えやすい。対応させておくと、お小野小町、お大友の黒主、き貴仙法師、糞糞屋の安秀、あり有原の成平、そして宋宋城返上と。まあもちろん誰が一番有名ですかって言ったらね、伊勢物語の主人公とされている有原の成平、非常に有名人ですが、例えば大友の黒主さん、この人天皇の側近歌人なんですよ。だから帝が歌を歌うのに困っちゃった時とかに帝の代役を務めるような人です。非常に和歌がうまい。あとはね、絶世の美女小野小町とか、やっぱここに載ってる人たちは本当に和歌の世界で知らない人はいない超有名人、オールスターズですよね。まあそんな輝かしい古今和歌集が長らく和歌の教科書として定着していました。歌人になりたいとか、ちょっとでも歌が上手くなりたいと思うんだったら、まずその登竜門として古今和歌集を全部読みなさいっていうのは、これは当時の人からしたら当たり前の話だったのね。で、この古今和歌集以来、八大集と呼ばれた大きな直線和歌集が8連発出てきます。まあ覚え方は古今、五四五期四川新古今なんていう覚え方をしますね。古今和歌集に始まって五線和歌集、そして周囲和歌集、五周囲和歌集、五四五期、金曜和歌集、鹿和歌集、潜在和歌集、そして一番最後の新古今和歌集で8大集ということですね。まあこの8個はしっかりと覚えていてほしいんですが、今回一番最後切り取っておきますね。新古今和歌集、鎌倉時代に成立した古今和歌集最後の直線8大集です。まず命じた人は後鳥羽上皇です。まあ、この人はどっちかというと日本史で上級の乱でやられた人っていうイメージが強いんですが、文化人としてはこの人めちゃめちゃ優れた人ですよ。だって新古今和歌集作らせたっていうだけでもう文化人の塊みたいな存在でしょ。まあ、なのでそっち方面では非常に優れていた人だったんですよ。で、新古今和歌集といえばキーワードはこちらです。幽玄の美。まあ強いて赤字にするんだったら幽玄ぐらいは覚えていてもいいかな。簡単に言うとこんな感じですよ。芸術的。もう今までみたいに和歌を作っていくというよりは、ある程度ね、長い年月をかけて日本の和歌っていうのは熟成しきっちゃってるわけですよね。その熟成したものをさらに芸術作品として仕立てていこうって、だから既存のものを利用して新しい芸術を作っていく、これですよ。本歌取り。本歌取りっていうのはもともとあった古歌を新たに作歌し直す、
自分流にアレンジし直すっていう用法ですから、その本家取りが多用されている時点でもう今までの踏襲なんですよね。そして選者は誰かっていうと、もうこれは有名中の有名、藤原の定家さんですよね。定家さんであったり、あるいは源の道友さんなんかが有名です。最後に代表歌人を紹介しておきますが、三歌集でも有名な西行であったり、慈円、春勢、食死内親王、色死じゃないですよ、食死内親王、まあ、このあたりが有名な歌人なんですが、ここで本題に戻します。江戸時代の国学者たちがこの3つの三大衆を比較したときに、彼らが一番やっぱりこれだよね、そう口を合わせて言った歌集はどれでしょう。長らく続いていた古今和歌集がやっぱり一番ですか、それとも芸術作品の新古今和歌集でしょうか、あるいは最初の最初に出来上がった男性的な万葉集、どれだと思いますか。でこれ答えは、まあ、国学者によってねちょっと意見の違いがありますよ、意見の違いあるんですが、圧倒的多くの国学者はこちら、万葉集こそやっぱり一番だ、そう言っていたんですよ。なぜかっていうと、まずね、新古今和歌集は大概にして言うまでもなくダメって言われる。なぜかっていうと芸術的すぎちゃって何が言いたいかよく分かんないっていうのもね、ここ大事なポイントですよ。和歌ってそもそも自分が思っていることを伝えたいわけですよ。自分が思っていることを伝えたいのに、もはや原型もとどめないような芸術作品になってしまったら、それを理解する謎解きゲームじゃあるまいし、わけわかんないよと。いや、言い方悪いかもしれませんが、ピカソの絵って人によっちゃ俺でも描けるよなんていうふうに思ってしまうじゃないですか。でも俺でも描けるよの中で描けない芸術なわけでしょ。だからピカソは有名なわけじゃないですか。それと同じような位置づけになってしまっているのが新古今和歌集ですよね。で、同じような話です。古今和歌集もさっき言ったじゃないですか、女性的な婉曲的遠回し的な技巧だからこそ掛け言葉や縁語裏の意味みたいな、そうすると思いを伝えるだけでいいはずなのに、なんでわざわざ裏の意味、なんでわざわざ物に例えたりするの、比喩って何ですかみたいな、そういう話になってきちゃって、結局ね、この古今和歌集の時代の言ってることも難しいと。なんで自分の思いをストレートに言わないんだ、やっぱり思いは直接的に分かりやすく伝えるべきでしょっていう万葉集が褒められましたっていう、この一連の流れって江戸時代の歌論を読むときに絶対に必要な古文常識なんですよ。意外と書いてないんです、意外と習わないんです。でも知らずして問題回答できないんじゃないかなと思います。非常に大事な話。最後に例え話として言っておくんだったらね、万葉集の時代にあなたのことが好きだっていう歌を歌いますと言ったら、万葉集の時代はね、あなたのことは好きです、どうか結婚してください、おそらくこういう歌になるはずなんですよ。で、古今和歌集の時代になるとちょっと技巧に飛びますから、僕の心の炎が燃えている、多分こんな感じになるんですよね。燃えてるから何なのみたいなねいう感じになってくるわけですよ。で、新古今和歌集の時代どう書いてある、ボーって書いてあるんですよ。そういうイメージですよ。そういうイメージでこの3つの歌集っていうのを捉えてあげると、後世の国学者たちの見解っていうのも非常に読みやすくなるんじゃないかなと思います。どうでしょうか、夏の美第3弾は結構込み入った話ですけれども、非常にためになる話なんじゃないかと思います。よかったよというのはぜひ高評価お待ちしております。チャンネル登録もどしどしお願いいたします。今日はこんなところです。お疲れ様でした。